シャビ・ヘルナンデス。シャビが再びもらいます。狙っていった。このシュートは外れます。足りませんね。ここにはイニエスタがいました。シャビが絡みます。叩いて渡すこともできます。ブスケス、モドリッチ、ベンゼマ、スアレスのところに行きました。セルジオ・ブスケス、かわしますか。シャビ、シュートでしたが、これはメッシ。パスが通ります。ゲームを作るパスが光ります。スアレスのところに行きました。やはりこの人にはパスが行く。メッシ、コーナーキックはバル。ボールが中盤でカットされました。マスチェラーノ、シャビ・ヘルナンデス、さあメッシ、強烈なドリブルを見せるか。ネイマールがいます。うまく届きますか。ここで打つ。ここにいますイニエスタ。ボールに行ったのはシャビ。ジョルディ・アルダ。スアレス。ここにはイニエスタがいました。バルセロナが成功した要因はクラブの哲学にあります。選手は皆下部組織のアカデミーから上がってくるんですが、そこでバルセロナのスタイルを学ぶんですよね。驚くべきことですね。次々と質の高い選手たちが出てきます。シュート、ボールを蹴り出したい。さあ堀池さん、レアルマドリーにとっては今日の試合はいい相手となったんではないでしょうか。互角ですからね。いい試合を期待しましょう。では堀池さん、バルセロナの素晴らしいユース組織についてお聞きします。はい、バルセロナが特別なのはユース組織の他に類を見ない質の高さが要因かもしれませんね。メッシ、ここは2人で回します。どうなる？イエス！クリスチアーノ・ロナウドへつながるか。ダニエル・アウベスのところに行きました。シャビが絡みます。イニエスタ、ここはボールをダッシュしました。アメス・ロドリゲス、イスコ、メッシに注目しましょう。マスチェラーノ、イニエスタ、シャビ、ブスケス、メッシ、ロドリゲス、これはダニエル・アウベス、ブスケス、強引に切り崩してきた。打った、決まった。ゴール。メッシに注目しましょう。イニエスタが絡みます。ピケ、ブスケス、ヒールを使います。
狙っていった。メッシにはどのディフェンス。ロングシュートはキーパーが難なく処理します。打った方としても流れを引き寄せたいという意図もあるんでしょうが、さあこれはマドリードですね。予想外となった展開の今日のゲーム、バルセロナとしても驚きを隠せないでしょう。いやーこれはちょっとこの動きがモドリッチのプレーです。中盤でボールをカットしました。さすがにここから逆転というのは難しいでしょうから、あとはもう次につなげるための戦いという部分になるでしょうか。クリスチアーノ・ロナウドが出てきます。残り時間はわずかですが、チームも勝利と昇格に近づきました。しかし試合が終わったわけではないので、集中力を維持しなければなりません。ヘディングでクリア、ピンチを回避。